いつの間に、なんてこった、知らなかったよ。トーマス・ガジェマが独身の30代、結婚したのか、しかも第一子誕生予定、日本一周したりしてて、結婚とは縁遠いと思ってたのに、どこの誰とどんな出会いで結婚したんだ。本当にいつの間に、婚活の動画なんてアップされてなかったよな。そういうのは動画にしないんだな。いや、動画を見落としてたのか、他の視聴者は知ってたのか、俺だけ置いてかれてたのか、独身仲間だと勝手に思っていた。やっぱり結婚するよね。トーマス・ガジェマガは日本の YouTuber です。トーマス・ガジェマガの特徴はガジェットに関する知識が豊富で、分かりやすく解説してくれることです。また生活改善に関する動画も人気で、節約術や健康法など役立つ情報を提供しています。結婚はネタではなく真実なのか、それはそれでめでたいよ。結婚後の生活の動画も楽しみにしてるよ。しかし驚いたよ。